チャオ、あちゃんです。今日は11月の14日、木曜日、あちゃんのお昼ご飯やねんけど、この前のね、マイカ、ちょっとね、賞味期限1日切れてんねんけど、前はあちゃん食べるしと思ってね、イカスミパスタを作ります。みんな真似しないようにね、賞味期限ないので食べてくださいね。熱入れるからいいかなと思ってやってみます。はい、もったいないし。まあね、マイカやねんけども、先にね、必要なものをさばいていきます。ニンニク、もう今日はね、ちょっとあちゃんね、お家でちょっといろいろゴソゴソしないとかね、ちょっと動画撮れるかどうかわかんないけど、どっちでもね、人と合わへんので、ニンニク使います。まあね、平日もアピールだから、ニンニクってよくね、敬遠されがちやねんけど、イタリアンは基本ね、ニンニクが入るもんやねんね。大体ニンニク使います。だから嫌な人はね、ニンニク入れんでいいです。玉ねぎだけで十分です。十分旨味はあんねんけどね、ニンニク入れた方が、3倍美味しいんで。まずニンニクを潰して、香り立たすのにね、ちょっとみじん切りにしておきます。で、玉ねぎ、玉ねぎ半分ぐらい、濃いめの玉ねぎを、玉ねぎ多いめ多いめに使いましょう。で、玉ねぎ剥いて、玉ねぎをね、みじん切り、多いかな、まあいいか、いいや。で、玉ねぎ、涙出るよね。どんなやったら涙出さんと玉ねぎ切れんやろね。ゴーグルセーター、ああ目が痛い、ゴーグルセーターですね。まあね、こうみじん切りしておきます。今回はね、本格的じゃなくね、お家にある材料で本格的に作れそうなもの、まあお家にマイカ振ってないか、まあ本格的ではないな、カットトマト缶を使わずにトマトジュースでいきます。で、玉ねぎをね、どうしようかな、これとか、玉ねぎをちょっとね、ボウルでもいきましょう。んで、そう、せっかくあるし、バジル使おう。普段入れません、バジルは。でも、風味付けにバジルを入れます。バジル風味付けなんでね、細かく切ります。どっかに置いときましょう。今はいらんので。で、イカ、マイカちゃんをこれね、洗ってね、洗って寸胴をうまく抜けるかな。あ、やばい、イカスミが、これはまずい、どうしようかね。大丈夫やな、あんまりね、鮮度が悪いと臭くなっちゃうんで、お湯が沸いてきたぞ、ちょっとまずいぞ。この辺ちょっとね、ザクザクに切っておきます。食べやすい大きさにね、プチュッて、プチュッ
目玉を潰してしまったわ。目玉を切っちゃったわ。目玉どんどん忘れたわ。なんかブチュってなったなと思ったな。目玉ね、硬いんだね。まあ、こんな感じでいいです。で、パスタ入れます。さっきね。だけど、パスタ入れると同時に入れるとね、イカ結構時間かかるから、イカじゃない、玉ねぎかかるから、今置いときましょう、このまま。なんでね、適当にいきます。適当に切っておきます。はい。では、いきましょう。忙しい。ではね、ここにね、塩。ママのね、セブンパスタ、これ、7分茹でやねんけど、5分半ぐらいから様子見るから、ちょっとアルデンテで行ってから、6分とかで十分やと思うんだけど、6分タイマーしときましょう。こうやって茹でていきます。で、こっちに変えて、オリーブオイル、これぐらいいるんです。弱火で香り出しましょう。これで玉ねぎ、玉ねぎもね、香り出します。トマトジュース。強火にして、追いかけ入れないぞ。
種類が少ないね。もっとバッテリーならなあかんねんけど、一つ目が大事だったのかな。これやね、私の秘密。まあ、こういうならへんな。一気に足らんな。汚いな、これ。ひも入れたらよくですね。ひもの色が出たけど、ひもの色が出えへんかったな。ちょっとばっかりやな。ちょっと水で。パスタの水を入れて。味は塩。ちょっと水を入れてた。エリスの香りよね。もちろん、お火の粉でも美味しいよ。白かったかな、もっと。あ、美味しい。めっちゃいい感じするよ。イカは楽しみ。次がね、もっとあるかもね、入ったかな、これ。ばっかり。イカスミパスタ、イカワタパスタ。そろそろ5分半です。もういいじゃん。いいね。パスタを。いい感じにやるようになってるね。完璧。完璧やけど、完璧じゃん。手で焼けてきた。あ、どうした。いいか。では熱っ。完成です。イカワタパスタになってきましたね。イカスミ醤油。